椅子の装置は手に入れた。さあ、次の段階よ。アトラスの部屋に潜り込むから彼の注意を引いて。また潜入か。ポセイドンが人体実験を禁じた後、アトラスはある装置を押収したの。それを使えば私の DNA を三重螺旋構造に変えられるはずなのよ。椅子の装置ならこの目で見たことがある。危険なんじゃないか。理論上は問題ないわ。人体での試験結果も見つけたんだけど、結果は良好だった。もちろんそれはポセイドンが実験を禁じる前のものだけどね。悪事を働くわけじゃないんだ。アトラスに話せばいい。彼は私に危険が及ぶのを恐れてるのよ。話したって賛同しないわ。それに彼はポセイドンの法に逆らえない。俺はディカステスなんだがな。失政官を欺いていいのか。私はずっとこの時のために準備をしてきたの。心配しないで。とにかくアトラスと話してくれればいい。そうは言っても共通の話題がないぞ。何を話せって言うんだ。天気か。アトラスは嫉妬深い性格よ。あなたのディカステスという立場に脅威を感じてる。それをうまく利用してみたらどう。私の計画については黙って。なるほどね。仲良くなれる気がしてきたぞ。上に立つ者は孤独なものでしょ。さあ、行きましょう。この技術について徹底的に研究してきたわ。いつも DNA を体に取り込めば副作用なしで装置を使えるはずよ。そのはずってのが心配だ。いい。とにかく私の計画については絶対にアトラスに話さないで。俺たちが親密な仲だと思わせるって手もあるな。あら、実際は親密じゃないってこと。それとは話が別だ。分かってる。アトラスに嫉妬させるのは確かに有効かもしれないわ。エルピス、どうしてここへ。なぜ彼といる。ディカステスと散歩をしてたんだけど、ここに本を置き忘れたのを思い出して。で、彼がそのアトランティスの歴史書を借りたがってるの。取ってきて構わない？ああ、もちろん。私も一緒に行こうか。二人はここにいて、いろいろと話すことがあるでしょ。アダマント鉱山を嗅ぎ回っていたそうだが、エルピスは関係ないのだろう？ああ、言いがかりはよしてくれ。我々の関係についてはエルピスから聞いたのだろう。彼女はそれほど口が固くないからな。エルピスに何の用だ。エルピスは友達を作るのに許可がいるのか。もちろん友人を作るのは構わない。だが本当にそれだけか。アトラス、心配なんてしなくていい。俺は何も企んでなどいない。お前はそうかもしれん。だがエルピスは別だ。何か企んでいる時は分かる。エルピスのことをそんな風に言うな。情熱にあふれてるだけで策士じゃない。随分気にかけているのだな。恋人とは思えない口ぶりだな。
お前こそ単なる知り合いとは思えない口ぶりじゃないか。エルピスと俺は愛し合ってるんだ。なんだと？これは一体何をした？私はもう弱くないわ。あなたと共にアトランティスを治めるの。お前の仕業か。混合種を増やしイスに歯向かう気だな。やめて。おい、何をした？そんなつもりじゃなかったのよ。あなたを殺そうとしたから。我が兄もついに報いを受けたか。ディカステス、お前が審判を下したのか？私が彼を殺したの。そんなつもりじゃなかったのよ。私共に治めることで人間とイスの平和をなそうとしたのだな。でも彼はその夢を受け入れてくれなかった。私はお前を支持する。役目を引き継ぎ理想を果たせ。ポセイドンと他の兄弟たちは何とかしよう。ありがとう、アザエス。アトラス以上に堕落はすまい。アトランティス存続のためには進歩を恐れてはならない。アトランティスの政治はギリシア以上に劇的だな。これからどうする気だ？力で権力の座についたアトランティスの統治者は過去にもいる。イスにできるなら私にだってできる。でもこんな始まり方は望んでなかった。俺の命を救って統治者になったな。いつも救う顔なんだが。必ずそうしてみせる。ありがとう、ディカステス。ならアトラスよりもいい統治ができる。それは間違いない。
アクセス承認。工事プロトコル開始。武器の構成を選択してください。私はいい品を揃えてるよ。済んだか。それじゃな。アクセス承認。工事プロトコル開始。武器の構成を選択してください。構成を受託。ウォリアー仕様へのカスタマイズを実行します。
セス承認、工事プロトコル開始。武器の構成を選択してください。部分修正を受託、アサシン工事を追加します。上から見る限りとても平和そうだ。いつ見たってそう思う。だが現実は全く違う。ああ、イカロス、俺も疲れてる。これまで様々な人物に会ってきた。失政官、王、そしてイス、みんな同じようなことを言う。これをしろ、あれを持ってこい、あいつを殺せ。もう耐えられそうにない。俺が支配者だったら物事はずっと違っただろうな。どうしたイカロス、支配者の演説が望みか？お前は食べ物を持て。お前はワインだ。今夜は豪勢に行くぞ。みんなの腹が月のように丸くなるまで食べよう。悪くないな。ワインはないけどパンならある。あげたら助けてくれる？忍び寄るな、感心しないぞ。ごめんなさい、ディカステスの演説を邪魔したくなかったから。ただの空想だ、気にするな。アレクシオスだ。すごくかっこよかったよ、ディカステス・アレクシオス。
アレクショスだけでいい。お前の名前は？アルコンだよ。すごいや、あなたの話はたくさん聞いた。父さんと母さんから。どうした？二人ともいなくなっちゃったんだ。仕事に出かけたっきり戻ってこない。イスは助けてくれないし。でもあなたが冥府で女の子を助けてエリシアンで両親を見つけた話を思い出したんだ。だから来たんだよ。ホイベーのことか。俺たちはいい友達だった。今は出会った時よりずっといい場所にいる。友達か、羨ましいな。新しい友達はいつだって大歓迎だ。アルコンとも友達になって助けたいと思う。どうだ？すごく嬉しいよ。両親が帰ってこないと言ったな。二人の名前は？行き先はわからないか？教えてくれればとても助かるんだが。母さんはレニア、港に仕事に行ったんだ。父さんはダマです。アダマントの採石場へ行ったよ。えらいぞ。さあ安全な家に帰るんだ。俺は校長と採石場の責任者に会ってくる。何か分かったら知らせに行こう。ディカステス、最近発見されたサンゴの分析に来たの？我々の船体にくっついていたあの。いや、レニアという女性を探してるんだ。なるほどね。残念だけどその件に関して私には権限がない。助けになれないわ。息子がひどく心配してる。何をしてるんだ？私は人間が好き。レニアもかわいそうなアルコン。でも教えたら殺される。彼女の居場所を教える。切るぞ。言ったでしょ、私は何も知らないわ。ここから遠くないところに知り合いがいる。でも気をつけて、罠がある。おい、ディカステスを怒らせたな。ありがとう。優しいのね、ディカステス。人間とイスの間に立ち込める暗雲を払えるのはあなただけかもしれないわ。校長は正しかった。確かに待ちぶせてるな。さて、がっかりさせたくはないのなら。
ロスがレニアをさらったのか。探しに行こう。厳しい警備だな。採石所に衛兵が大勢いる。なぜだ。
これは賞賛に値するぞ。どうやって衛兵をかわした？ダマデスを探してる。ディカステスがなぜ行方知れずの人間なんか探してる？行方知れずとは言ってない。実に賢いな、金剛主め。うちの連中が実験室にアダマントを運ぶとき帰ってこないことがある。うっかり溝に落ちてしまうんだ、ネズミのようにな。幼い子供が父親の身を案じてるんだ。実験室の場所を教えてくれないか？人間に同情するとは非生産的だな。その人間への憎しみは自滅につながるぞ。はあ、分かったよ。キュモポレイヤの庭の中だ。だが時間の無駄だぞ。扉には鍵がかかってる。だったらその鍵を探すまでだ。せいぜい頑張れ、金剛主。いいか、人間を害獣のように扱ってるといつか殺されることになるぞ。今日がその日じゃなくて、あんたは幸運だったんだ。覚えておけ。実験室に響くこの音は気に入らないが、リスはこのアダマントを何に使うつもりだ？アルコンはこの辺りにいるだろう。会いに行ってほしいか。ここで見つかったらまずいな。
お疲れ。ソラ、行け。まだ見つからない。だがクサリオスという名のイスが二人を何らかの実験室へ連れ去ったという話だ。クサリオス？でもいつも親切にしてくれたよ。食べ物をくれたり、ネズミって呼ばれた時も守ってくれた。どこにいるかわかるか？実験室は鍵がかかってて、彼を見つけないと中に入れない。いつもは要塞みたいなムネセアスの屋敷にいるよ。衛兵がたくさんいるんだなんてことない。最後の人間を連れ去ったんだな。Thank you.
アトラスに渡された鍵に似てるな、うん、これで実験室に入れるかもしれないぞ。Yeah!
Thank you.